なんかあんまり考えがなくて自然にというか手が動いたというかなんか作っちゃうっていう方が早いんですかね。なんかきっかけとかっていうのがなくてあんまりなんか突然作り出したっていう感じですね。ちっちゃい時はこんな作ったりはしなかったし、どっかででも削り絵とかスクラッチみたいなものは多分小学校とかでやった記憶はうっすらあるんですけど、そんなに楽しいと思わなかったし、その時も。なのでこう絵を描いていってるうちに何かこうどっかから出てきたんですかね。自分でもちょっといまいちきっかけみたいなものが分かんない。僕もともと保育士だったんですけど、そこの学校で学校のその講師の先生が素話としてまず花の話っていうのを発表というか生徒さんの前でやってあった時にそれが初めてなんですけど、そこからなんとなしのなんか引っかかる話だなっていうので、まあ、保育士になって、子供にもこうたまに聞かせてたりして、でまあ保育士辞めるんですけど、でまあ絵を描いていって、またこうしばらくしてから穴の話がバーッと浮かび上がってきて、なんかできないものかしらと。でまあ絵本とかよりも紙芝居の方がなんとなしにこう穴の話としてはいいのかなと。でたまたま同志社さんが紙芝居をやったと思って、僕の方から話をふっかけて、そしたらやりましょうということでなったんですけど、これまたなんと話になるんですけど、村上さんの息子さん上野ムン君っていうんですけど、ムン君と晩ご飯食べてる時に映像学部の方に通われてるということをなんと話にしてたんですけど、その時にあ映像かっていうふうにこう自分の中で読み切って、あでアニメーションっていうのはもともと好きだったんですけど、ロシアの方とかチェコの方のアニメーションとかよく見てたので、そうですね、なんかでもちょっとあれかな、絵を描くっていう感覚からちょっと離れたい気持ちもちょっとあったのかもしれないですね。その時になんかこう動かしたいっていう衝動に駆られて、その時にやっぱりアニメーションで、ふってこう口に出たんですね。アニメーションしようかって言った、ムン君がいいよって言ってくれたので、でムン君からもすぐ連絡が来て、結構早くお互いやり取りしながら、まあ、学生さん忙しいんですけど、時間合わせてそうですね、トントントンと作っていったという、あまり苦労とかなかったです。なんで動かしたいと思ったんですかね。ちょっと飽きたんですかね。いやちょっと違うもので、僕結構いろいろね、こうなんかあれやこれやの手をいろいろやっちゃうんですけど、なんかそれをやろうと思ってやってる感じではないんですけど、自分自身なんかやっちゃうんですよね。なんかまあ、同じものではないんですけど、まあ、似たようなものを描いていくっ
ていうのは多分こう書いたんですけど、多分自分の中でまだ全然 動いてるんですね。アニメーション、それこそアニメーションかもしれないですけど、それが多分こう、うん、止まってないからこうまた書いちゃう。多分そこで消化とかまた消化しきれてないとかではないんですけど、なんかこう止めどなく動いてるものなので、またついつい書いちゃう。でそれがこう多分きっと動いてるっていう、その自分の中でなんかいろいろ動いてるっていうのが、そのアニメーションそのものになっていったような気がしますね。